あと面白い話をしなければいけないって思い込んでる人結構多いですよね。あ、多いですね。それ実は滑る、話が滑る人の一番の特徴らしくて、科学者が科学的に最も滑らない話って何なのってのを調べた研究があって、それによると新しいことを喋ろうとすると人は大体滑る。なぜかというと新しいことを面白く喋れるような説明能力を持ってる人ってほとんどいないので、なんか普通の人はみんなが知ってること、誰でも知ってるような話題とか、昨日のあのニュース見たとか、そういう話題の方が実は滑らないよねっていうのが出てて、分かりやすい例で言うと、だから大吾さんはうんこの話が多いんですね。滑らない話だからうるさいわ。はい、小学生だけだわ、うんこの話盛り上がると。はい、はい。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。